ラインをバイクで走るで夢が叶った。あ、どうします、レインボーライン行きますか、こんなやったらせっかくやし。いや、でもこれで、あ、そっか、これレインボーラインとちゃうんか。多分この方向へ行くと、まあ下道でいいよ。あ、普通に下道で大丈夫ですか。ゆっくり行きましょうよ、ゆっくり。はい、了解です。目星やっぱここら辺海が有名やね。まあまあそうですね、これも全部海の木や。うん、まあ昔よくへしこを食べてましたね、ちっちゃい時。ああ、どう食ったの。お茶漬けとかな。ああ、あれうまいっすね。うん、まあ、うん、お茶漬け刺身に、うん、お茶漬けの他にもなんかいろいろあるみたいですね、この食べ方が。うん、あとパスタにしたり。ああ、そう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 、それもうまいな。うん、まあただ刺身はちょっとしょっからいけどね。ああ、そうですね、あれはただあのしょっからさが、うん、あの酒のつまみにはいい。ああ、もう警察だ。あ、都会ってなると白バイ隊多いんじゃないですか。結構多いね。うん、特に空港の近くとかはマジ最悪。ああ、しょっちゅう撮ってるもん、白バイもパトカーも。うん、あの白バイ隊一回どこで見たかな、福井のどっかで見たような気がするんですよね、一台。うん、てか福井で白バイって結構珍しない？珍しいですね。だいたいみんなパトカーやから。うん、県外から来とったんかわからんけど、どこから来たんやろな、あれ。いやでもね、警察はあの所轄とかめちゃくちゃ気にするから、うん、県外のはなかなかないよ。ああ、左曲がります。はい。ああ、こだま食堂あったな、そういえば。お前言ったらこだま食堂。あ、知ってますか。あの、いや知らない。あのわらじカツ丼ってあるんですけど、でかいカツ丼。ああ、見た。ああ、動画でも出したんですけど、一回。うん、動画で見た。あれ、でかいっすよ、思いで、マジで。わらびカツはね、でかいよ。あれはでかいっすわ。で、ご飯が意外に少ないですね、逆に。ああ。まあ、その代わり、おかわりできるみたいですけど、自由に。ああ。うん。あと、味噌汁とカレーもあったかな。なるほどね。うん、で自分最初なんかあのおかわりって持ってきてくれるもんかなって思ってたんですけど、まあ、自分で野菜に行かんといかんね。そうそうそう、それ後から気づいて、なんかおばちゃんに、隣に座ってたおばちゃんから言われて、あ、そうなんやって思って、やっぱもうてっきり持ってきてくれるもんかなと思って、あの店員さんに言ってたんですけど、あれなんで動かんのやろうって思ったら、セルフですみたいな感じになってなんじゃそりゃみたいなあ、言われてみればそうかもなみたいな、なんかあったんで、この何メニュー表みたいなのが。おー、すごい急カーブや。あー、やっぱいいね。いいっすね。そしてライダーがいない。さっきまでおったけど。うん、マリンパーク、はあ、あんまりいかな正直。というか湖なのにマリンパークとはこれいかに。あれ、うん、向こうって海、向こう違うよね。あ、うん、湖かな。湖だよね。うん、湖ですね。確か、多分。あー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 みたいな。
はい、OK ですか。OK。はい、行きまーす。はい。あ、白車走ってる。いやー、美味しかったですね、海鮮料理。美味しかったー。うん、海鮮丼うまかったー。うん、めちゃくちゃうまかった。うん、自分も初めてやったんですけど、あそこは。うん。うん、なかなか良かった。お、ライダーや。お？やえ。うん、やえいただきました。イエイ。あれはゴールドウィングとドカティですかね。うん、多分。うん。あれなんやろ、ドカティのなんディアブルなんじゃ、なんてやったっけあれ、あー、ブルーティス、忘れた、ブルーティストラストローダーや、いや違います、あれ、なんやったっけ、ブルーティやと思う、あー、そうやったっけな、あのバイク、RG が乗ってるんですけど、うん、あの RG ツーリングクラブのリーダーの、うん、うん、今はどうか知らないですけど、前そのバイクやったと思うんですけどね。うん。うん。一回乗ってみたいんですけどね、ああいうのも。機会があったら。いやー、でも、どっかのアドベンチャーは本当、シート高は高いし、あー、サイズもでかいからな、南極の俺では無理です。まあ、それ以前に高いんで、ああいうのやと。まあ、そうそうそう。手が出ませんわ。まあ、日本車が一番ですね。そう。あの、修理するにしても、何するにしても、そうそう。日本車が一番。うん。スズキで最近、新型刀出たじゃないですか、発表。出た。あれ、なんでアップハンドルしたのかなと思ってたんですけど。たぶんね、新型カタカナとはいえど、たぶん、まあ、そうなんじゃないかな、ストリートファイターって出したんじゃないかな、あー、なんか、アップハンやと思う、どちらかというと、CB でいうと、スーパーボルドールみたいな感じの見た目ですかね、あれは、そう、うん、それになんか、ボディが、あのディスペ系の S1000F かな、とか。S、まあ1000とかそっちかな、よりって言ったらいいか分からんけど、 GSX-S1000 やね、あー、いやー、なんとか雨降らずに済みましたね、とりあえずは、そうだね、うん、よかった、うん、まあ、また帰り雨降ってくる可能性もあるんで、まあ、また、うん、ね、お帰りの際は、まあ、気をつけてください、はいはい、ありがとうございます、バイクは楽しいぞみたいな。バイクは楽しいぞ。バイクは楽しいぞ。バイクはいいぞ。あ、川崎おじさんだ。あ、目の前にも川崎が走ってる。あ、後ろにも走ってるみたいな。まあ、誰が発想したんかな、こういうネタを。ここも結構寄りますね、やっぱここら辺来ると千鳥園、海の駅、そうここも結構いろんなもん売ってるんで、うん、やっぱ海鮮系とか、ああ、ね、海鮮、うん、へしこが売っとんかな、へしことかなんかどうやったっけな、うん、うん、やったと思うんすけど、ツールがのマカサっていうよりかは見はまってたらいいかな、あ、見はまや、そうですね、うん、いや、こうやって元ブロガーさんと一緒に行けるなんて光栄ですね、ほんまに、いやそんな元ブロガーなんて恐れ多い、元ブロガーやらせてもらってるものですから、元ブロガーなんて恐れ多い。はい、左に曲がります、はいはい、まあ水晶浜は向こうからでも行けるんで、うん、
敦賀の方面から。ああそうやね、うん、あそこからの方が結構いいワインディングあると思うんで、なんか、カーブ道が多いっていうか、こっちよりかは、うんうん、結構ちょっとした練習になるんじゃないかなって思うんですけど。あーやっぱりな、海は広いな、大きなみたいな。あ、今動画撮ってます？まあ撮ってるよ。はい、了解です。後ろ姿見るの楽しみや。どんな感じで走っとるかなと思って。うん、綺麗。お、チャリだ。チャリと走っとんや、こんな時の。ねえ、うん、さあ、もうそろそろですね、最初浜ですね、うん、こないだも水晶で撮ったばかりだ。あのバイク紹介動画で撮ったんですけど、うん、でもやっぱり行くところって偏ってしまうよね。そう、そうですね。あー、すっからかん。まあまあまあ、さあ、どこ止めよう。あっち止めよっか。よいしょ、よいっと。ああ、横にした方がよかったかな。ああ、じゃあ俺がそっちに前につける。あ、はい。ガガガ。へぇ、へぇ、どういう角度で撮るかな。俺は大体真横やな。あ、真横ですか。うん、まず真横で撮ってから顔こっちに向けるパターン。ああ、じゃあ俺も真横にしようかな。よいしょ、着いた水上浜。はい、着きました。やっぱ綺麗やな、めちゃくちゃ、うん、晴れると最高ですけどね。なあ、ほんまにそれ、うん、本当にそれ。よいしょ、よっこらせ、よっこらせと。うう、ついたついた。さて、写真を撮ろっかね。いや、楽しかったですね、一緒のツーリング。また機会があれば、チュリアンさんとまたコラボしていきたいですね、横浜とかにも。さよなら。ついていこう。ご視聴ありがとうございました。 Twitter や Instagram もやっておりますので、ぜひフォローお願いします。あとチューヤンさんも Twitter やっておりますので、そちらの方もフォローお願いいたします。あと、
チャンネル登録もよろしくお願いします。あ、それで、まあ、チネハさんのチャンネル登録も概要欄に貼っておきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。